社長はポテトどんだけ食べると昼ご飯分になるんですか？なんか、一つかみ。一つかみ？ 何の単位なんだ、一体。どの一つさ、かみなんだ？かアニメとか見ながらさ、ご飯食べたりするとさ、手が止まっちゃってさ、お腹がいっぱいになっちゃってさ、いつの間にか。はいはい、ありま一すつかみしか食べれなくなっちゃった。あ、今日一アつニメか見みながらか。食べてたってことですか？東京リベンジャーズ見ながら食べてたらなんさ、か面白いって言いやばい。ますよね、あれ。じゃ本当に面白いからみんな見てね。漫画の方がおすすめだよ。マジ面白いから、本当にみんあ今。へえ。な見よう。あれってね、どういう話なんですか、具体的に。あれは、ヤンキーが、ほうほうほう。ヤンキーの話。ヤンキーで、不況下手か。ヤンキーで、タイムスリップして、ヤンキーが？ヤンキーが？え、異世界に飛ぶってことですか？違う、過去に戻って彼女を助ける。ラミが一番好きなやつですよ、それ。ラミちゃん絶対ハマるって。お酒のお供にしよしよー。ラミちゃんのイメージが お酒しかなくて。いいさ、あ、間 お違ってない酒んのイメージ強すぎて。だ。全然間違ってないですよ。社長すごい 説明下手くそ。いろいろとなんか説明が。ポテトも一つかみって全然イメージ湧かなかったし、なんかもっとこう具体的にこういうとこがいっちゃ面白いんでしょみたいな、なんかないですか？あるけどね、ネタバレになっちゃうから言えないの。あ、なるほどね。そういうなネるタほバレをど。危惧してってことね。そう、ネタバレ考えるとどこまで言っていいか分かんなくて、ちょっと言えあ、ないなるの。ほど。結ちょっとぼ構そかしこらてるっ辺がて大こ事となアニメなんですね。そうなの、すごい面白いの。本当に見てほしい、みんな。へえ。鬼滅の刃の次に流行る一般ピーポーにも流行るアニメ。あー、一なる般ほピーポど。ー。オタクあちゃ！だけじゃないってこと。あ、いってこと。